今回は女流名人戦第2局見ていきたいと思います。黒番が藤沢女流本因坊。白番が上野女流名人ですね。黒ね、2連戦の席から始まりましたね。で、ここで挟んで戦いを仕掛けて、白から仕掛けていきましたね。で、ここに打って。 白は頭をね、出してきましたね。で、黒は上辺の地を取って。まあ、ここまでお互い不満ない分かれかなと思いますね。で、ここで出た手がね、いい手でしたね。様子聞いた手で。まあ、白は緩ん、緩んで受けました。まあ、抑えなかったですね。まあ、抑えるとちょっと切りがあるのが嫌だったということですかね。ここら辺に切る手があって。 あるとうん、ちょっと、うんまあ、例えばこういう図になれば、タ、え、ネ、ーまあ、石は取られてしまいますよね。えーうん、例えば、まあ、これはこれでタネ石取られてる、白石取られてる形ですし、取っても取り返されると。で、緩んでも、うん まあ、この当てが効くと捉らちゃいますね。当てが効くと、跳ねられて、まあ、これに、え、らてしまうという形になってしまいますから。捉らちゃうと。当てが効くとね。うん、まあちょ、ちょうどここに当てた手が、えー、いい手になってますから、取らちゃう。うん、ということで、緩みましたと。 なんか、ね、これが決まって、なんかここら辺の攻防はね、えー、この出と、えー、挟み付け、なんかここら辺は攻防黒が少しポイント取ったようですね。まだ、まあ白、これ完全には繋がってないというか、まだ出て切る手が残ってますから、まあ白が一手しちゃってい,いみたいな場所なので、まあいずれ白から特にコスミぐらいで一手、 えー、戻らないといけない場所ですので、引いたり上の形っていうのは。えー、なので、ここを黒少しポイント取ったと言っていいかなと思います。ま、切りが狙われてる状態ということですね。ま、切りが狙われてるっていう状態ってことは、まあ、この外側の白が完全な厚みとも言えないということですので、まあ、そういう意味で、えー、黒が少しポイント取ったと言っていいかなと思いますね。 で、出てって。うん。ここら辺も先手取って、えー、こちらに回ったという判断は軽い判断でしたね。まあ、半分ぐらいなら捨ててもいいというどうですかね。まあ、この半分、この3つぐらいだったら、まあ、例えば出てきたら緩めて、まあ、この3つぐらいだったら捨てますよということですかね。 まあ他にも、ま、ここ出てね、えー、押さえてくても、当然、まあ、あの、最強に頑張んなら考えられる手ですから、えー、例えばこっちに、まあ、切ったときに、えー、まあ、この覗きが効けば、これますね。覗きが効けば、この切白石取れるんですね。どういうことかというと、覗きに対して効けば、すぐ手が成立してまして、まあ、逃げたときにこっちに打つと。 で、逃げたときに、そっちに打って、この覗きがちょうどいい手になってて、えー、これで取れてるっていう形になってます。まあ、だから一応、これで、うん、覗きが引き続きと見れば、えー、黒先手取れる。うん、これで先手取れて、こちらに回れたということで、まあ、ここも黒としては少しポイントを取ったと言っていいのかな、と思いますね。右辺、先着大きいですから。 ここら辺は、あの、咳とした黒が、えー、うまい、うまくいきました。まあ、ただまだ五番が全体広いですので、難しい形成ではあるかなと思いますね。で、こうやって。うん。 で、こが始まりました。まあ、ここら辺こにしたっていうのは白としては形成苦しいと見ての勝負でかなと思いますね。ただね、あんまりここでこにしたんですけど、あんまりいい構材が、いい構材というか、あの、すごいでかい構材があるわけではなくて、まあ、黒としては、えー、ここで解消して、えー、まあ、これは、まあ、この振り返りは黒は不満ないかなと思いますね。まあ、これで鳥に対して上から打つ態勢で一応、 取,取れてるという形ですから、まあ、つなぎに、これで、まあ、この白石を、ね、以これで取れてるという主張、黒としてはそういう主張ですから、まあ、ここの白取れたらやっぱ大きいですよね。まあ、この黒石3つぐらいは取られても、こっち取れれば大きいので、まあ、振り返りは不満ないという、かなと。まあ、ここも、黒としては少しポイント取ったと言っていいかなと思いますね。 で、付けてきましたね。で、切って。まあ、これで白も一応左辺取りましたけども、まあ、ここら辺打ってね。こちらに回って。まあ、ここら辺も手厚いですよね。一歩一歩打って。えー、まあ、ここで。まあ、これは何を狙ってるかというと、ここに出てね、切る手を狙ってて。 これを、この狙いがありますから、非常に手厚いのと同時に、じっくり力を貯めた手ですね。いい手でしたね。これなかなかめちゃめちゃいい手でした。やはり上野さん、力が強いんですけども,も、黒が手厚く打ってて、力を貯めてますので、こういう語形だと上野さんの力が、 石づらい語形になってるわけですね。そういう意味でも、藤、ま、沢、あ、女流本因坊がね、うん、うまく、序盤中盤うまく打ちましたかなと思いますね。で、ここ、まあ、白もね、これ、守ってればね、厚いんですけども、勝負手でこちらに打って、まあ、ここの、えー、黒を取りに行きましたね。勝負手ですね。まあ、白としても守ってれば、これくらい打ってれば、 普通の手なんですけども、出、うん、る手があるので。まあ、これぐらい下辺にこれぐらい打たれて、ちょっと、うん、口目がないという、判断ですかね。普通の手ではもう間に合わないということで、これ勝負手。え、これは厳しかったですね。ただこれが厳しかったと。この出切りが厳しくて。で、こうやって、 まあ部分的に置きで、えー、右辺の白取れてる形ということですかね。部分的には。うん、なので、まあ、ここも再強制で応じて。まあ、味は悪いんですけど、一応、右辺の味はちょっと悪いじゃ悪いんですけども、一応これで、まあ、取れてるというのが黒の主張ですので。まあ、やっぱ取れてれば、右辺は、 いいの味は悪いっちゃ悪いんですけどもまあここら辺では黒優勢で、まあ、これもうん、まあ、めちゃめちゃ大きかったですねこれで隅白地だった場所黒地になりましたのでやっぱここ1手借金残ってる場所で、まあ、白としてはちょっと本来だったらどこかでコスミぐらいでいって出切りを守らないといけない場所ではあったんですけど、まあ、黒に手が回ってきたのでここ大きかったですね。 で、また字を暗くしました。で、こうやって。で。まあ、手数が進みまして。まあ、こんな感じで進んでいい。て、まあ、ここら辺ではもう評価値黒99%を超えてて、白の評価値0%。 ですので、でえー、まあ正しく打てば黒がはっきり調整のようですね。ここら辺は白が勝負手を打ってます。というところで、まあこれがいい手でしたね。えー、これで一応上辺の白を、まあ部分的には目がない形にしたということですね。まあこれで、まあ、こう打ったらここに打って、まあ、ここの一眼しかないので、で、ここの目は欠け目ですので、まあ、これ全部 呂しに行ったということですね。全部取りに行ったというところで、も、ま、う、あ、非常に厳しい。まあ、まあ、取りに行ったということですね。ま決めに行きました。で、ここに打ったときに、これが非常にね、手厚い、うん、なんというか、装着だったかなと思います、ね。ちょっとね、味の悪さがあったということですね。 まあどういうことかというと、ちょっとこれも狙ってて、うん、なんか受けると、隅がちょっと味悪いってことですね。まあ、ここに打って、まあ、これで頑張ると、うん。ちょっとここの出切りの具合が味悪いんですよね。うん。例えばこう、こう引っ張り出して、まあ、隅だけの問題ならまだマシなんだけど、あの、 ここ、隅生きられるとこの上辺の黒が生きてないっていう、この出切りの弱点抱えてるっていう状態が、うん、まあ、こういうようなこと。だから、これは、まあ、これならこれで試し取れるからいいんだけども、先にもうちょっと手順工夫して、えー、だから、これを決めて、まあ、これを決めて、ここになってから、うん、だからもうちょっと、これを先に決めて、 こういう形にしてから、こういう狙いですよね。うん。これで、あのー、ここの黒を逆に狙っていくっていう、そういう狙いがあるので、でまあ、隅めちゃめちゃ上辺、まあ、めっちゃ味が、めちゃくちゃ味悪いってことですね。こういう狙いがある。これを狙いを消したと。やっぱ手が見えてるので、こういう狙い。手が見えてるので、狙いを消して、 手を入れて。まあ、これで、勝ちましたですよね。いわゆる、味のいい手で。まあ、これで、っきっり黒小生と言っていいかなと思いますね。ね、えー、この後はもうしばらく打たれて、まあ、ちょっと、15手ぐらいですかまあ、切りに。こう。まあ、ここの黒はね、捉えちゃったんだけども、 あの、右上に手を入れたから、まあ、ここら辺の黒は、これ決まれ取られました。取られちゃったんだけども、これ取られた代わりに黒は何を得たかっていうと、まあ、隅が味良くなったのと、ここの白が取れたんですね。上辺のこの白全部取れましたので、まあ、白のつなぎにこれで全部取れるっていう体制が整ったので。まあ、これで、振り替わり的には別に黒はそこまで不満ないということですね。これ取れれば、ここ取られても取れれば十分、上辺取れれば十分ですよと。 お腹いっぱいですということで、まあ、ここら辺では黒も小勢といっていいかなと思いますね。で、ここに打ったところで、白が投了してくる調子がしとなりました。まあ、最後は、先生がこんな感じではっきりしたということで、投了仕方ないという、そういう判断だったかなと思います。で、これで3番勝負を、藤沢女流本因坊が2連勝して、えー、藤沢女流本因坊が、 女流名人出すということになりました。おめでとうございます。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。